ざわざわしちゃう。ざわざわざわ。ああ、一瞬入ったのに。乗らない。ああ、惜しい。乗らない。1万円でクレーンゲームどれだけ取れるの検証。本日はワクワククレーンゲーム王国神岡店というゲームセンターに来ています。なんとクレーンゲームが269台設置されていて、10円からできるものもあるみたいです。そしてクレーンゲームで有名な YouTuber さとちんさんです。どうも、クレーンゲームと生きる男さとちんです。よろしくお願いします。お願いします。私クレーンゲームが得意じゃなくて、そもそもあんまりしたことないんですけど、なんか可愛い欲しいってなっても、大体もう気づいたらもう2000、3000、4000っていっぱい使っちゃって、とりあえずに諦めるみたいなのが。なるほどなるほど。やっぱそのクレーンゲームのプロなんで、ちょっと恐れ多いんですけど、なんでちょっと1万円でどのくらい取れるのかっていうのを検証させてもらいたいと思います。私ちょっと最近彼氏できたんですけど、ちょっとその彼氏が結構ぬいぐるみとか好きなんで、なんか今日頑張って取ってプレゼントできたらいいなとか思って。そうだね、はい、好きなキャラクターとか取っていけたらいいですね。そうですね、頑張りましょう。はい、お願いします。入ってみて。はい、すごい、王様だ。出たクレーンゲームの王様です。すごい元気。それではいつもの1万円を両替していく。はい、そうなんだ。いつもです。週2、3訪れます。すごい。いや、完了です。100円の100万。すごい。それではこの1万円を使って遊んでいきましょう。はい、はい、MeeF に来たんですけども、赤フーパークに来たら必ずやる台があるんです。へー、じゃじゃーん、たこ焼きシステムですね。2台あるんです。どういうやつですか？たこ焼きシステムですね。ピンポン玉を取って転がして、あの銀色の当たりの穴に入れば景品ゲットという感じ。すごい難しそう。いやでもこれ、はい、簡単なんです。いや簡単なんですね。これ可愛らしいんで、これちょっとやりますか。はい、はい、お願いします。1回200円です。珍しい。じゃあ500円3回チャレンジ頑張りましょう。はい、記念すべき1回目。じゃあいきます。ストップボタンはございません。お願い。くそ、思ってる男じゃなかった。で2回目も僕で、はい、これの見せどころはもう運ですね。運を使っていきたい。悲しい。悲しすぎる。すごい。いけ。お、すごい。OK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 。 あー、惜しい。すごい。なんでこの台好きなんですか？この台はなかなかないから、はい、他のゲームセンター。そうなんですね。確かに見たことなかった。そうじゃん、はい、なんか1個2個はつかめるのあるけど、はい、こんなにごそってつかめる台ないから、はい、おお。いけー、ただまー。うわー、埋まってらっしゃる。おお、入んなかった。やばいやばい。めっちゃ惜しかったですね今。確かに。なかなかいかない感じ。おお、これは、いっぱい取れた。これはざわざわしちゃう。ざわざわ。ああ、一瞬入ったのに。そうでしょう。じゃあ1回ずついきます。はい、頼む。よいしょー、はい、やりました。はい、ということでゲットできました。すごい。これ何なんですかね。 USB で温まるやつですかね。足温めるみたいなですかね。ぜひ小春さんにこれ家で温まってもらいましょう。いいんですか。ありがとうございます。
まあ、ぬいぐるみ好きなんですけど、ちいかわとかが好きで可愛くて。大人気だね、ちいかわ。基本みんな好きみたいな、ちいかわ。推しのキャラクターはないの？うさぎとか、ハチワレとか、まあ、ちいかわ。いや、ちいかわですね。あ、やっぱちいかわなんだ。ぬいぐるみ撮りたいなと思うんですけど、唯一あるんですね。ちいかわがかわいい。ピーちゃんの耳っていうかリボンがついてるんですね。500円6回ありますけど、100円で1回様子見します。はい。ストップボタンもあるのか気になるところですね。これ真ん中狙ってもいいですけど、なるべく取り出し口に近づけたいので、はい、ここら辺ね。ストップボタンがございます。ございます。おお、一個抜けて、ちょっといいかもしれない。ストップボタンって何ですか？ストップボタン、そう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 。結構ね、押してない人多いんですよね。ストップボタンっていうのは降りてる最中にキャッチって押すと、そこで止まるって掴む。初めて知りました。じゃないと、押さないとそのまま下までズズズっていっちゃって、狙いが定まらない。いつもそうでしたもん、ぬいぐるみとかこうへこんじゃってる。そうまあ、お店によってこのキャッチボタンあったりなかったりするんだけど、ある場合は積極的に押すのがおすすめです。あ、初めて知りました。いや、よかった。次の狙いポイントは何だろうな、頭を狙って、この景品を持たないようにして角度を変えたいですね。このハチワレちゃんを角度を変えたい。体の向き、あ、いいですね。すごい、こういう技が。おお、頑張って。おお、あ、持ってくれ。お、でも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 、8000円使って取れなかった時あるんですよ。自分もあります、苦い思い出。取るまでやりたかったんですけど、はい、8000円で心が折れた時がありました、はいはい。まあ、女子高生はちょっと8000円はちょっと厳しいかもですね。 YouTuber は8000円が限界でしたね、うん。あー、ずっとこれこれの諦めるタイミングはもういつでもいいっす。ラスト、これはでもな、取りたかったよなって思っちゃってずっとやっちゃうんですよね、はいはい。さあ、運も、あ、ダメでした。ショックすぎる。シイカワの難易度は高かった、さあ他何やります？シイカワがね、まだ他にあったらいいんだけどね。そうですね、シイカワ商品見つけちゃいました。これもボールバウンドですね。やりましょう。さあ、持てました。ここは手前にバウンドするのかが重要ですね。あ、でも後ろ行きそう。あ、難しそうですね。でもなんかこういうのちょっとゲーム感覚で面白いですね。そう今日これなんとかなれ。あ、でもね、位置的にそうなっちゃいますよ、最後の中身はまだ半分以上あります。引っ張ってこい。頼む頼む、お願い。乗らない、乗らない。シュート、入れ。赤座にギリギリ当たりますね。さあ、何しようかね。どうしましょうね。なんか取れるのね、取れるのやりたい。取れそうだな。じゃあこちら、これチャレンジしてみたいと思います、はい。これなんかアドバイスとかできたらなって思うんですよね、はい。これは真ん中だけが下ってるんですよ、このシールド。確かに。だから左とか右にやっちゃうとダメですね。で、真ん中よりも左右、右を狙ってみました、うん。おお、結構いい感じ、動きますね。これはどう落としていくか。これはですね、この斜めのまま手前に持ってきたいですよね、はい。ギリギリっす、ギリギリで飛べ。あ、この白い玉邪魔しますね。白い玉、この白い玉がうまい、自画自賛。
おお、玉は取れました。はい、白い玉が。次はあの角、はい、角を狙う。うまい。おお、今度はあえての真ん中。はい、あ、くなった。あ、惜しい。落ちたかと思いました。確かに。頼む。おお、すごい。そろそろ、そろそろ突破ない。ああ、完璧完璧。自画自賛だけど攻めた結果、うわ、攻めた結果、うわ、戻っている。うわ、これ以上戻ったらやめましょう。ここから戻ったら、そうそうそうですね、やめ時です。やめ時です。嘘でしょー。やめます。これがやめ時です。いや、でもなんかずっとこうなっちゃいそうな気がしますね。そうちょっと悲しいですよね。もう俺だけ。カワルーさんがしょっぱいもの好きだって言ってたんで。そうですね、しょっぱい方が好き。狙いはいいけど、おお、はい、ね、いいね、いいですね。動け、動いてくれ。動かないんだな。このピザポテトちょっとしませんか。やりましょう。そろそろいいところ見せたい。はい、お願いします。もう折り返しぐらいまで行きましたからね。はい、はい、こちらピザポテトの狙いどころですね。はい、手前に持ってくれば取れるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、左右に触れないっていうのかな。うん、あえー、すごかった。取れろ。なんかいい感じ。すごい。いい感じって言い続けて、さっきから諦めてるの。こういう時、多く狙います。はい。さあ、どうでしょうか。うわ。押してみる。押してみた結果、押せない。うそ。どこに引っかかったの今。見てください、あのピンクのパッキンがビローンってなってて引っかかってますね。あれに引っかかってるのか。あれはトラップなんですかね。こんな感じになったのはないよ。クレーンゲーム数々やってきたけど、はい、あんなビローンってなってるのなかなかない。でも外れそう。外れそう。外れないか。もうこれはね、スタッフさんどうしようって感じですね。ここだ。いけ、頼むって。頼む。終わりました。これが現実です。ダダーン。あと2500円ぐらい。いいところが見せれない。助けてください。もう雪山も信じれなくなってきてる。行きますか。来ちゃいました、はい、リベンジャーズ。違うんだって。うわ、えぐい。すごい嬉しい。こんな取れたの初めて。いっせ頼む。奇跡起これ。